はい、どうも、ゲルワキョウです。さて、今回ですね、世界チャンピオンのですね、森山健三選手のジムであるこのクライミストさんで撮影させていただいてます。そしてですね、今回は森山健三選手に、ね、世界チャンピオンのダイエット法、こちらを伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはちょっと、簡単でいいので、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、ですね、長崎の、諫早というところで、トレーニングをやっております。森山健三です。身長は180センチちょっとですね。それぐらいで体重がだいたい84キロから6キロなんですけど、基本は体重測りません。そうですね。多分84キロぐらいですね。多分ですね。会社の健康診断で年に1回ですね。測るのは。減量時も測らないですか。減量時もその大会の前日も測らないです。はい。健康診断の1年に1回だけ。じゃあ仕上がりの発表とか分かんない？まあ分からないです。一度も測ったことないです。イメージ。イメージ。イメージで84。だいたい健康診断が年に1回10月にあるんですけど、はい、まあその10月の体を見て体重を見て。なるほど。で今だいたい何キロかなっていう感じで、そうですね。でだいたいでいつも登録してます。皆さん体重にあまりとらわれないでください。ですね。ということでじゃあ世界チャンピオンですね。いろんな聞きたい項目を考えてきてますんで、はい、まずですね、どのようなダイエット法を行ってるか、これをお聞きしていいですかね。はい、はい、ダイエット法ですね。まあ、基本的には年中同じご飯なんですけど、そうなんですね、もう米と鶏肉か牛肉ですね。なるほど。で去年からずっと鶏肉を食べてたんですけど、その前はずっと牛肉で、スーパーに売ってるこう手のひらサイズぐらいの、なるほど、安い牛肉ありますね。グラム数はちょっとよくにはわかります。手のひらサイズ、手のひらサイズですね。はい、それをまあフライパンでパーンと焼いて、でまあハサミで切って、はい、でそれをご飯に上に置いて。で食べる。それがもう一年中って感じですね。ちなみにダイエット法でいうと、例えば脂質を抑える低脂質ダイエットとか、あと炭水化物を抑える、ケトジェニックとかローカーボンダイエットとかあるんですけど、どちらのダイエットいろいろやったんですよ。なるほど。実はそのケトジェニックっていうやつもやりました。完全にご飯とか炭水化物なので、まあそれはそれで大丈夫だったんですよ、ね、行けたんですよ。ちゃんと減量も成功したんで、はい、でまあちょっとストレスがありますよね、それね。そうですね、確かに。でその次の年は牛肉と米に変えて、はい、でそれもちゃんと成功して、どちらかというとでは今低脂質ダイエットを行っているという。いや、そ特に脂質もあんまりスーパーで売ってる、はい、手のひらサイズの肉というのは結構油入ってますね。これ油が入ってる手のひらサイズの肉。そうです、そうです。敵赤身の入ってないやつと思ったら、なるべくでも赤いのやります、なるべく赤いやつ、赤いのでなるべく安い曜日に買いだめするって感じです、ね、これ大事ですね。はい、減量が進んでいくんですか。ダイエットを、うん、はい、進めるにつれてどうやってどう進めていくか。それはもう単純にいつもの、ちょっと、うん、そうね、ラーメンの丼よりちょっとちっちゃい丼にいつも食べるんですよ。はい、それに、ご飯を乗せて、なるほど、まあ、その日の気分でちょっと減らすか、なるほど、っていう感じです。気分、気分です。今日は、足トレをするとか、はい、でかい筋肉をトレーニングするなら、まあ、シャリ1個か2個シャリ1個をちょっと足してるっていう感じですね。なるほど。目分量で減らして、目分量で減らして、なるほど、はい、でも体が欲する感覚で、そうですね、まあこれぐらいいいかなっていう感じで。なるほど、なるほど。じゃあちょっと入れすぎたならその分動けばいいよ。なるほど。あ、そうですね、まあ、それは間違いない。カロリーをそれだけ消費すればいいだけです、はい、ですね。あとは基本的にはあんまり食材というか食べ物で減量をするっていうふうには思わないです。はい、そうなんですか。はい、つまりは自分は動いた方が なるほど痩せると思いま
食事を我慢するんじゃなくて動けよ。そうです。なるほど、皆さんこれはいいこと聞きました。皆さん動きましょう。はい、では続いてはですね、はい、聞きたいことはですね、はい、おすすめの食材、おすすめこちらについてですね、はい、もうだからちょっと出てきた気もしますけど、はい、そうですね、もう一度ちょっと、はい、おすすめ、まあ肉、肉ですね、はい、米ですね、はい、なるほど。あと米がですね、あの最近あのジャーにこう入れればいろいろあのもち米、はい、もち麦、はい、とか、なんだ、あといろんな黒いの16、そうそうそう、そういったもの取ってらっしゃるんですね。なんか感触がね、はい、いいんで、ただそれ、それだけです。ビタミンが入ってる時、食感の話ですね。そういう考えはないですね。食感の話です。食感、ちょっとプチプチとか、確かにあの白米よりは楽しめる感じは、うん、そうですね、それに肉が加われば全然楽しめる。なるほど。あとはそうですね、味付けはほとんどしないです。はい、味付けはほとんど、あと肉にほとんどしないですね。塩コショウとか、もう肉の味で。肉の味、そう、塩コショウも振られることはしないです。しない、鶏もしないです。そうなんですか。すいません、今ちょっとね、今日はあのお弁当をね持っていただいてることで、はい、お弁当をちょっと、はい、あの用意していただいたんですけど、はい、これちょっとすいません、あのちょっと、はい、カメラの方にちょっと、ね、ちょっと近づけて、ちょっと、はい、こんな感じのお弁当になってますね。これちょっと2食分ですね。なるほど、もうほぼね白と茶色ですけど、すね、これはつまり鶏と牛がちょっと入ってて、はい、あと下に米が入ってるんですけどね。念のためにお聞きしたいんですけど、これ何グラムとかは、はい、わーないですね。はい、了解しました。あのすごいですね。これ味付けは今日はない。今日はなんかちょっとしてますね。ですよね。なんか今日ちょっとあの嫁さんが作ってくれたんで、そうなんですね。塩コショウ振ってて、見た感じ多分塩コショウが軽く振ってるみたいですね。はい、まあその方からあの手のひらサイズを2食に分けて食べてる感じですね。はい。あとは夜にもう一回食べますよね。では手のひらサイズ。そうですね。手のひらサイズの牛肉を1日に大体どれくらい食べるんですか？1枚、1食に1枚食べます。1食に1枚。で最近は鶏の方が結構メインになってるんで、鶏は、鶏胸をハサミで切ってフライパンに、置いて、フライパンの面が埋まるぐらい。サイズがありますね。あ、それこれぐらいのフライパンね。あんまり大きくない。いや、もうちょい大きい。もうちょい大きいです。に麺がこう見えない、そこが見えない感じに綺麗に並べてやります。なるほど。はい。それが一食。それが一食。はい。一食。結構食べますね。結構量としてはかなり多いですね。量多いです。 200g は上回ってる気がしますね。本当に結構食べてらっしゃる。本当に動いて痩せているという感じになりますね。食べてるかどうかもわからないですね。ですね、あ、すいません、あとですね、もう一つちょっと聞き忘れてたんですけど、食べるタイミングを聞きたいですね。はい、すんで朝はそこまで食べないですよ。あのもうヨーグルトと、はい、バナナと、はい、もうコーヒー、そうなんです、そんなもんです。タンパク質量とかはあんまりもう気にしないですよね。朝からプロテイン飲むとかそういうのはないですね。あ、そうなんですね。で10時ぐらいに、はい、このさっき紹介した、はい、あのなるほど、弁当を半分食べる。なるほど。でその次に2時ぐらい、昼の2時ぐらいに残りの半分を食べるっていう感じですね。であとは、6時か7時に、このお弁当だったら3分の2ぐらいの量のご飯を食べるんですね。ちょっと多めに食べる。ちょっと多めに食べるね。はい。1日では4食くらい。4食、5食とかそんな感じですよね。なるほど。6時、7時のご飯の後にトレーニングするんですか？後にした場合はもう一回食べます。ああ。結構量は多い感じになりますね。そうですね。でもそれで言っていくのは本当にトレーニングを充実している証拠ではありますので、ね、はい。では最後すいません、あの、はい、一応あれですね、ダイエットに悩んでいる方へのアドバイスがあれば、はい、よろしくお願いします。はい、ダイエットに悩んでいる方、最近、去年からですね、ちょっとあのコツをつかんだというか、去年コツをつかまれたんですよ。自分流のコツですね。気持ちですね。
痩せるという脂肪を燃やすっていう気持ち。あ、なるほど。精神論ですね。精神論。なるほど。あの結構これ去年自分実感したんですけど、はい、あの体が乗ってくるんですよ。なるほど。で脂肪が燃えてるっていう感覚が出てくるんですよ。で、あとは、あの、とことん動く。あ、なるほど。ですね。つまり言うと、スイッチ、気持ちでスイッチを、ちょっと切り替えて、うん、そして動けと。動けと。なるほど。ですね。あ、結構、あの、気持ちだけで、あの、脂肪が燃焼している感覚があったんですよ。なるほど。頭がちょっとおかしいのかわからないですけど。でも、それはでも、もしかするとですね、アドレナリンの分泌とかも増えてくる可能性があるんで、意外と、理論的にはあり得る可能性もちょっとありますね。はい、僕もちょっと似たところがあります。なんか気持ちを切り替えることでちょっと体重減りやすくなりますね。ストレスフリーですよね。あ、そうですね。まさに。あ、そうですね。一番本当ストレスですね。そのご飯に関してもいかにストレスをなくして、トレーニングにもストレスをなくして。あ、本当はですね。ご飯とかにしっかり足りないってことがもう大体でいいと思うんですよ。あんまりきっちり。する必要ないと特に僕らみたいな選手だとそこそこやらないといけないんですけど、はい、一般の人ってですね、うん、そこまでやる必要はないかもしれないですね。選手です。さあ、私はそれです。世界チャンピオンです。でも、あの測らないと気持ち悪いっていう方もいますよね。たまに、あの、ね、なんか数字でね、欲しいっていうね。だからそういう方はしっかり測っていって、うん、自分の性格僕もやっぱり測らないとなんか怖いタイプだから、そういう方たちはしっかり測ってもらって、うん、測るのが嫌だっていう方も、つまり人たちみたいにね、うん、手のひら、そうそう、でも、シャリー効果一般の方もそれでいいのかもしれないですね。あのダイエットに悩んでる一般の方も本当になんかそういう感覚的なもので減らしていく、うん、あとはそうね、あとはあのどうでもいいものは食べない。ああ、なるほど。結構ね、大事だなと思います。寝る前に何かお菓子とか、そうそう、寝る前にお菓子とか、寝る前にアイス、お風呂上がりにアイス、もう食べても食べなくてもいいような、うん、とりあえず食べとこうかぐらいの感覚の食べ物は食べない。なるほど。うん、それか本当に食べたかったらそのちょっと食材変える、うん、今までそのスナック菓子やったのをちょっとビールのおつまみみたいな感じでスルメとか、うん、まあ、サラミとかちょっとナッツ系とか、とりあえずお腹に入ればそんな時がいいんで、質のいい、うん、そうです。そうすると血中のアミノ酸濃度とかも別に一定保たれるから脂肪がより燃やすい状態になるかもしれないですね。はい、なるほど、勉強になります。はい、なんとかかなり貴重な意見だから。ああ、はい、あ、ってことでですね、今回はですね、フィジークの世界チャンピオンと森山健三選手にダイエット法をお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに健三選手は、インスタグラムもやってます。あとお店の方のインスタグラムもあるので、はい、そちらを概要欄の方に貼っておきますので、はい、皆さんチェックしてください。はい、ということで今回はですね、皆さんまた次回動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。いや、チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。